はい、これもビートルズですね。これはフォルクスワーゲンビートルズ。これは1950年の1月から1977年の1月まで製造されまして、ヒトラーの保護を抜くとでフェルナンド・ポルシ設計事務所によって開発された KB8 は、第二次大戦直前の1946年にフォルクスワーゲン、国民車の名で全国化された以来、大衆車の代名詞として世界中に普及した。通称タイプ版。またその姿からビートル、カブトムシと愛称を与えられたモデルは、デビュー以来数限りない改良部変化が加わりました。プラットフォームシャーシ、トレーニングアームとポーションバーに全面独立効果、やや搭載された購入を駆動する空冷水泳タイプ4小1部エンジンといった貴重なやつを将来、70年代を迎えた当時のラインナップは、ベーシックな1200と1300の2種類で、戦車は1192シーズン、34馬力、後車は1285シーズン、40馬力に到達。70年1月に長距離ビートは1372年2303が登場したが、1200系も70年8月にテールフィンランプが、1303系と同じ大型のものとなり、またフロントフェンダー上にあったウィンカーがバンパーに移動されないフェリストーン。同年10月に M 電工場で創業1800万台目のビートルが誕生している。この頃にわかにビートルが人気が高まった日本へは、1200系のシャーシー、ボディに1500社が中心シートを搭載する1200系です。そのインジョクション版に1200系で SE、LE でながら入れられた。立ち場のビートルも73年5月のパサードを皮切りに、シロッコ、ゴルフ、ポロといった、新世代 VW 車が揃ったところでその役目を終え、78年1月についにドイツ本国間の生産を終えた。しかし、その操船設備をブラジル及びメキシコ工場に移植され、メキシコで最近までラインが生産されていることでいたが、その前も人情ニュービートルに切り替えられていたということで、そのビートルはメキシコとかブラジルあたりで作られていて、2000年代まで、確か作られていました。で、その間だからまあブラジルの人たちにもね、ビートルってのは非常に人気があって、あのバーゲンバスと同様に人気が非常にありましてですね、で2000年まで作られたんですが、まあそれを最後に、ニュービートルに、切り替わっていた。でそのニュービートルももう登場から20年以上経ちまして、今のザ・ビートルっていうね、ダイソーじゃありませんよ、ね、ザ・ビートルですね。100円出てきたビートルですったら不満ですからね、ですからまあそのねビートルの3代目が出てきた、ね、でもこれが、ね、初代のその元になったビートルです。ですから一番初期のビートルってのは KDF という会社が作っていまして、まあ、その時はまだ日本がまだ戦時中ぐらいでしたかね。で、まあ、皮肉な話なんだけど、まあ、説明に富んでヒトラーが、国民に安い車を大量に作れって命令して、むしろヒトラーってのは非常に、独裁者でですね、でそして車が熱狂的な、イタリアのムッソリーニと同様すごく車が好きだったんですね。でそんで、まあ、それも皮肉な話なんですが、ヒトラーによって、アウトバーンという、いくら加速、速度をスピード出しても良いっていう、日本じゃ考えられないんだけど、そういう、なんていうの、道路を作りまして、制限で、速度無制限のね、道路を作って、で、確か世界でもまだその頃は高速道路っていうのはまだ、確か珍しい時代だったぐらいの時に、ドイツではまあそういう高速道路を作ったわけですよね。でそしてビートルという一番国民が安心できるような価格に安い車を作れということで、でそれで、まあ、作っていった。ところがあの人がヒトラーっていうのが戦争好きだったですからね、もうどんどん戦争を始めろっていう、こういうやり方してたものがどんどん戦局が悪くなって、これをもし戦争することをもうやめてですね、そして車作りとか物作りにもっと専念するような方向を取っていれば、ドイツはもっと発展をしていったかなと思うんですが、まあそういったギリシャ的なものに対して、例えば街づくりの開発だとか物作りの開発とか、そういったものとか輸出とかですね、そういったものに専念していればもっとドイツは大きく変わっていったんでしょうけども、まあ残念ながらヒトラーは独裁者でしたので、ユダヤ人という罪のない人たちを縛り上げて、そしてアンネ・フランクさんみたいな刺激の人を生んでですね、でそして、そういうふうなひどい独裁者へとなっていってしまうんですね。で妻のエヴァ・ブラウンと共に、
エヴァ・ブラウン氏とともにもう自殺してしまったということで、その奥さんもひどい人だったらしいんだけど、ただまあそういうわけですね、死にくな結果生まれた車がこれなんです。ただビートルは悪くはないんです。したらビートルは悪くない、ビートルを作れと言った、ヒトラーが悪いのであってビートルは悪くないんですね。だからこういうところが死にくなところなんです。でその要するに同時に当時のポルシェ博士、とかも開発に加わっていて、最初はあの人はベンツの幹部のところと一緒に仕事してたんですが、まあそれからこうベンツでちっちゃい車を一時期作ったんだけども、それが当時の時代の背景からしたらまあ戦前の時代で、当時は戦前の頃ってのは高級車はお金も一部のお金持ちが買うのがいいんだと、だから庶民が車を持つなんてとんでもないって言ったわけですね。だからそれを打ち破ったのがあの T 型フォードだったんですよ。だから、ドイツのベンツもですね、じゃあそれに倣って庶民の人でも買えるような車を作ろうと思ってちっちゃい車を作ったんだけど、まあ思うような成績を残せず、確か 130H だったかなを作って、まあその前にいくつかあるんですけど、まあなかなか思うようにヒットしなかったんです。でそれで、ポリシャー博士は今度ビートルというフォルクスワーゲン車を独立させたいと思って、KDF という国の機関の下で作って、でそこにヒトラーが出てきて、もう国の自動車を作るのは、ね、国の許可を得なきゃいけないと、そういう時代だったんで、国の許可を得てベンツだとか、もちろんフォルクスワーゲンとか、まあ、出てきて、でそして作って、でその後に出てきたのがそのヒトラーが亡くなった後ですね。でその後に、まあ、ポリシェ博士がどん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 と今までベンツの幹部にベンツに虐げられてたりとか、ヒトラーに支配されていたという苦しい時代があったんですけども、まあ、それをバネに、なっていって、でそしてこうビートルでこれで成功しましたから、でそうすると今度にポルシェを作ったんですね。でポルシェという車もまた作りまして、で一時期ルノーの、2CV とかだったかな、あのルノーとか言った、あルノーとルノーとあの 2CV はヒトロエンでしたね、申し訳ない、ルノーの車とかナチュルンヒトロエンとかああいった車にも影響を受けてですね、ああいった車もそのこの小型車の開発を得意だったポルシェ博士のところに訪ねてきて、でこういう車のその手本にしていいですかって、でそれで手本にした車なんかがまた名車として出てきたりしてるんですけども、まあ、そういった方たちにも影響を与えた、車ですね。後にこのビートルをあの模範とした、あの模範としたっていうか 戦争中の時にこのビートルを模範にしたあのバケツカーと呼ばれたね、車を作ったりとか、水力療養車ですね、まあ、そういったものを作ったりなんかしてたんですが、まあ、それも戦時中の時に大活躍してたんですが、まああの敗戦になってですね、ヒトラーが日本のドイツが日本じゃない他の国に負けたの でそうすると、まあ、同時にその車も製造が確か取りやめになって、で、まあ、衰退をしてしまったというところなんですが、まあ、それらの車もね非常にいい車だったんですが、まあ、残念ながら戦争という死ぬくな結果に、まあ、利用されてしまったと。だから車は悪くないんです。車は悪くないんだけど、その戦争をしろと言って命じた人たちですね、そういったことが皮肉な結果になってしまったということです。これがもっと平和な時代であったらば、こういった車がもっと活躍できたんだろうかなといったところの思いはありますね。でこういうふうに後ろもこういうふうになっていて、ビートルの良さというのができていて、非常にこれもまたいい車だなと思います。どうもありがとうございます。